こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。今宇宙元旦前のですね、浄化期間真っ只中にありますね。今ですね、心身ともに不調になったりとかして、まあメンタル落ちちゃったりとか、あと風邪とかひいちゃったりとか、いろいろなトラブルとか起きたりとかしてて、結構落ち込んでる人って多いと思うんですよ。で、僕もやっぱり、ね、浄化期間の影響はある程度受けています。そんな中にあってですね、なんかそういう影響を受けないで今もすごくねピンピンしてるようなフィジカルメンタルともに強いタイプの人たちとかを見ると、ああ羨ましいなって、なんで私はそうじゃないんだろうって、なんで私はこんなに弱いんだろうって、強くなりたいとかって思って、なんかね自分をねダメ出ししちゃったりとか、あとはコンプレックス持ってしまう人ってすごく多いと思うんですよ。かつての僕もやっぱりそうでした。でもね、本当は違うと、ライトワークは確かに実はね一部の例外はありますけれど、例外的に強い人もいます。ただ多くの場合体がね弱いんですよ、でも実はこの弱いことには意味があるんだよと。で、弱いことが短所とか欠点じゃないんだと、それはライトワーカーとしてのある意味があるからこういう体なんだよっていうことを今日の動画で知ってほしいと思います。で、これを見ていただければ、そういうですね自分にとっての欠点短所だったっていうようなところから思ってたところから、そうじゃないんだっていうですねポジティブな意味で捉えられるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでですね、ライトワーカーはそのね一部の例外的な感じで、めちゃくちゃフィジカルメンタル強い人もいるんですよ。なんかね、呪術廻戦の全員当時のフィジカルギフテッドみたいな感じの人もいるっちゃいるんだけど、これは本当に少数ですね。で、多くの場合ライトワーカーはね体が弱いです。繊細、敏感、まあ、HSP みたいな性質ですよね。で、感受性が強い、すぐにね体調を崩したりとかしてしまう、ストレスが弱いっていう傾向があります。で、これはねある程度まずねしょうがないのは、我々ライトワーカーはほとんどみんなね宇宙の魂です。宇宙からねのね高いバイブレーションの世界から宇宙の魂持って地球に来てるので、どうしてもですね地球の波動合わないんですよ。地球のネガティブなバイブレーションの波動合わないので、それで影響を受けて、で心身に不調をきたしやすい、ストレスを感じやすいっていうのはやっぱりあるんですよね。逆にそういう影響を受けない人たち羨ましいって思うんですよ。このね実はタイプが2つあると僕は思っていて、ちょっと分類してるんですけれど、我々のようにですね冷静に向かっていく、冷静つまりスピリチュアルの方の、ね、感性とか持ってたり、そっちの方に意識を向けていって霊的覚醒をしていくようなタイプのことを僕はスピタイプと呼んでいます。で、一方ですね、もっともっと現実的な役割を持っていて、まあ、地上のインフラを担う役割と僕は呼んでいるんですけれど、現実的な仕事をしていって現実的なところで人の役に立ったりとかっていうことが強い、でそのスピリチュアルとかの方向には感性は持っていないし、全然その目覚めもしない、まあ、別に悪いことじゃなくて役割がこの2つは違うだけなんで、でこっちのタイプの人たちのことをノンスピタイプと呼んでいます。はい、でこの2つはですね、そもそもこの人生でやっていく役割とか目指す方向が違うので、ね、まずこの地球に来た時に選んだボディが違うんですよ。ボディのタイプが違うということなんですね。で、どう違うかというとですね、まあ、これは分かりやすく言うとですね、まあ、ファンタジーとか RPG の世界的なね例えをすると僕は分かりやすいかなと思って、こっちのノンスピタイプの人たちは現実的な仕事とかやっていくじゃないですか。つまりこっちは戦士とか武道家のタイプですね。そういうボディを選んできています。で、一方ですね、我々は何かというとですね、魔法使いなんですよ。はい、タイプとして。魔法使いの体なので、魔法使いは魔力を使う。あって魔法を使いますよね。だからそのためにはそういう感受性が必要なんですよ。その敏感とか繊細とかのその感受性と魔力っていうのはある意味セットなんですね。いわゆるサイキック能力っていうのを僕たちが持って使うには、こういう繊細な感受性とか敏感だったり、目に見えないものを感じるようなものが必要なんですよ。で、それがやっぱ逆に言うとストレスになったりするよと、地球で生きていく時とはいう感じなんですね。で、はっきり言っちゃうとこっちのタイプ別にねディスってるわけじゃないんですけど、そういうところの感受性とかない鈍感なタイプなんですよ。なぜかというと、今言ったように戦士とか武道家みたいなタイプ、フィジカルですね、筋力で力技でやっていく方のタイプだから、いちいち繊細じゃそういうのはできないから、もう肉体も頑丈に作ってあるってことは同時にもう敏感じゃないわけですよ。
逆に言ったらこっちのタイプの人たちって魔力が一切ないんですよ。だから魔法使いません。彼らは筋力とかを鍛えて肉体的なものを鍛えてやっていくんですよ。だから使うのは剣とか盾なんですよ。で戦っていく感じで、一方我々はこっち魔法使いのボディなんですね。だからね、やっていくことは筋力じゃないんですよ。まあ魔法のちょっとあのね、ハリーポッターのね、あ、杖あるじゃないですか。あんな感じですね、持ってるものは。とか、あとは、まあ、宝器かもしれないですけど、そういう魔力を磨いて、魔法を使えるようにしていくと。それでやっていくっていうタイプだと思ってほしいんですよ。だから多くの人がコンプレックスとか持っちゃったりするのは、自分がこっちの魔法使いタイプなのに、もう関わらず、こっちにがいいなと憧れて、つまり魔法使いの体なのに剣と盾と鎧で戦おうとしてるみたいな感じでも、弱いんですよ魔法使いの体は。物理的に戦うようにできてないから、なんでこっちをやっていくと潰れちゃうんですよ。実際ね、この本来スピタイプなのに、まあ、そういうスピリチュアルとか何かに対してやっぱりそのブロックみたいのでね、やっぱスピリチュアルとかのことを好きだとか言うと周りにバカにされたりとかね、すごく否定されたりするのが怖いとかだったりとか、いろんなので封印してる人っていっぱいいるわけですよ。まあ僕も昔そうだったんでわかるんですよ。でそういう人たちってこっちを無理やりするんですけれど、やっぱり生まれつきの体が繊細で敏感でストレスに弱いから、こっちでですね、めちゃくちゃ3次元バリバリみたいなね、ことをやってってもね、やっぱり潰れちゃうんですよ。本当に体壊すとか、まあうつ病とかになってしまうとかですね、ことがね、になっちゃうんですよ。実際僕もそれをね、こういうスピリチュアルとかこういうのやる前ってたくさんやってきたんですよ。本当に、まあ空手、キックボクシング、中国武術とか、やりました。ね、男性だから、強さに憧れるし、弱い自分にコンプレックス持ってるから強くなりたいからこういうことするんですよ。一応空手2段持ってたりするんですけれど、で仕事もバリバリの仕事とかをやっぱ強くならなきゃとか、もっと稼げるようにならなきゃとかってやるんですよ。だから、まあ、IT ベンチャーとかで働いたりとか、バリバリの3次元バリバリの戦士の仕事とかもやってみたんですよ。だけれど結局元々の体が魔法使いだから潰れちゃうんですよ。で結局そういう風に体過労で倒れたりとか、まあ、精神疾患になってしまったりとかっていうことで、休職退職とかっていうのを何度も繰り返したわけですね。でようやくそれでこれじゃダメだって悟ったわけですよ。我々は魔法使いのタイプだから、戦士の真似事をするんじゃない。我々がやるべきことは魔力を磨いて魔法を使えるようにする。で魔法によって世界を変えていく方なんですよ。はい。まあ今とか異世界ファンタジーものすごい流行ってるから、そっちの世界だったりとか、男性はそういうのがね、すぐわかると思うんですよ。でも女性でもほら、ハリーポッターとかだったらすぐわかるじゃないですか。あっちの魔法使いになっていくイメージで、ライトワーカー捉えてほしいんですね。さらに言うとですね、今こっちの魔法使いのタイプの人たちには朗報があります。で朗報っては何かっていうとですね、これまで地球はね、完全に3次元バリバリの世界だったわけですね。だからこっちの人たちが圧倒的に活躍した世界だったんですよ。物理世界だったんです。でも今ですね、まあ、地球はアセンションに向かってって、アセンション始まってるから、だんだん地球の幅が上がってきてるんですね。それで実は今すでにですね、地球は3次元からちょっと4次元に入ったぐらいになってるらしいんですよ。どういうことかというと、かつての3次元の物理的な世界が圧倒的な世界よりもちょっとですね、エネルギーの世界の性質が出てきてですね、エネルギーの世界が強くなっていくんですよ。でだんだんこれが上がると、4次元5次元で上がれば上がるほど、まあエネルギー大なり物理みたいな感じになっていくんですよ。エネルギーの世界の方が性質がどんどんこっちの力が強くなっていくと。つまり魔力の方がこの剣とかの力技の筋力の世界よりも強くなっていくイメージなんですね。つまりライトワーカーが活躍できる世界になってくるんですよ。まあ、本当にこの、まあ、男子だったらすぐ分かると思うね、ダークファンタジーの傑作ベルセルクっていうのがありますよね。ね、僕も大好きです。でベルセルクの世界、最初は、ね、ガッツはこうね、こう剣を振るって、まあ、使徒というですね、怪物を倒しまくってたわけですよね。でもだんだん物語が進んでいくと、途中からですね、この現世の写しをっていう世界と隔離をっていうですね、誘拐がだんだんこうね、混ざり合ってくるんですよ。そうするとエルフとかトロールとかこう出てくるんですよね。そして魔法が出てくるんですよ。シール家がね、登場してきて魔法を使い始めるんですね。そうするともう魔法の方がやっぱ剣の世界より圧倒的に強いんですよ。そういう感じでやっぱ変わっていく。でまさにこのね、ベルセルクの写し用と隔離用がなんか繋がってた世界と同じように地球って今なってってるんですよ。
4次元っていうのはアストラル界と言われます。ベルセルクでもねアストラル界って言ってましたけど、まあ、アストラル界っていうのは何かっていうと、このまあ私たちの肉体で言ったらオーラ体で、アストラル体っていうのがあるんですね。いわゆる感情のオーラ体ですよ、うん、つまりアストラル界っていうのは感情のエネルギーの世界なんですよ。まあ、幽霊とかの世界はつまりこのアストラル界、まあ、よくあるネガティブなねこの未浄化霊とかっていうのはこのアストラル界の中での低層にいる存在がああいう未浄化の幽霊だったりします、はい、だったりこんな感じで物理世界がすごい強い世界からどんどんエネルギーの方が強い世界になってってるんですよ、うん、これが今の地球なんですね。そうするとやっぱりこれまでの3次元の物理だけでやってたものでうまくいかなくなってくるんですよ。そうじゃなくて、まだ、まあ、我々は肉体持ったままアセンションだから、物理的な肉体とか当然持ち続けるんですけれど、このエネルギーとか魔法とかをもっともっと活用していく世界になっていく。もっともっとこっちの力を持つ人たちがすごく活躍するっていう世界。むしろ中心になっていくんですよ。で、完全に7次元だった時は我々は完全に肉体ない、非物質次元になるから、もうこっちはもう完全、7次元からはエネルギーの世界。エネルギーしかない。強い世界、光だけの世界ですよね。まあ、天使たちがいる世界とかになってきますけど、まあそこまでは地球はもちろんまだ行かないけれど、まあだん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 そのですね、魔法の世界、うん、剣と魔法の世界で言うと魔法の性質が強くなってくると、うん、いう感じなんですね。だからこそ、もうね、ライトワークが活躍できる。もうね、この剣士とか戦士とか武闘家みたいのを目指そうと。そういうのにコンプレックスの感じで目指すんじゃなくて、私たちは魔法使いなんだと思って、ね、魔術師、こっちを目指しましょう、うん、っていう感じで、実際ですね、僕もそういうところどんどんライトワーカー の今まで覚醒サポートやってきたんですけれど、もうどんどんこれからはそういうライトワーカーを養成していきたいなと思ってて、魔法使いを作る方っていうのをですね、魔法使い養成機関みたいなことをやっていきたいなってちょっと思ってるんですよ、うん、そういう意味で言うと僕は今後ちょっとですね考えているのが、宇宙エネルギーを使うエネルギー使いっていうのをですね、どんどんですね生み出していこうと、育成していこうと思ってるんですね。これは僕自身が、まあ、ヒーリングの団体とかで習ったんじゃなくて、自己覚醒で、まあ、宇宙のエネルギーとつながってそういうエネルギーを使えるようになったんですよね。でそれを実は他の人に能力っていうのをインストールすることができるので、それを使ってどんどんこれからはですね魔法使いのようなこのですね宇宙エネルギー使いを今度は育成していきたいと思っています。はい。まあ、それを僕はですね、ユニバーサルエナジーワーカーって呼んでいるんですけど、このユニバーサルエナジーワーカーを増やしていきたい。それは、こういう、例えばチャネリングとか、ヒーリングとか、このエネルギー使うとか、こういうのっていうのが、一部の人たちだけが使える特別な能力だっていうのが、これまでの3次元の世界だったんですよ。でも、これから4次元、5次元に上がっていくっていうことは、これがある程度みんながこういうことを使えるような、なんか、超能力じゃなくて、上能力の世界になっていくってことが僕は望ましいと思ってるんですよ。みんながある程度いろんなものをエネルギーで浄化したりとかヒーリングできたりとかいろんなことができる世界の方がずっとずっとこの4次元5次元の性質に合ってると思うんですよ。僕はそっちの世界作っていきたいなと思うし、せっかくこの宇宙からこのエネルギーとつながる能力っていうのを授けてもらったから、今度はそれをねいろんな人に渡していって、みんなでどん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 エネルギーによって世界をよりよく変えていくという、そういう魔法使いを生み出していきたいなと思っています。はい。なのでですね、こういったことに興味がある方は、ぜひですね、まあ、今後僕はそういう養成講座を提供しようと思ってますので、ぜひ受講していただきたいなと思っています。いかがでしょうか？今日のお話聞いたら、ライトワーカーがね、体が弱いっていうものは、実は欠点、短所っていうふうに捉えられる側面もあるかもしれないけれど、実はそういうのは、魔力っていうかですね、まあ、実はその、ね、魔法使いになる、なれるような適性をもともと持っているからなんだと、それとつながってるんだよってことはちょっと分かったと思います。だからこれから、ライトワーカーのね、資質を持っている人たちはですね、ぜひ、ね、僕と同じ一緒にですね、魔法使いの方を目指していっていただきたいなと思います。はい。今日の動画がですね、なんか良かったとか気づきになったって方は、ぜひ高評価ボタンとかコメントとかチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またですね、無料でお届けしているライトワーカーに覚醒するメール講座というものがあります。これはですね、文章を通してですね、読んでいただくことで、ライトワーカーとかライトワークってどういったものなのかっていうことをより詳しく知っていただけるので、ぜひこちらも登録して読んでみてください。概要欄にリンクを貼ってあります。はい。それからまあ、このね、メール講座登録していただくと、そのうちメルマガとか届くので、そういうところでこれからですね、さっきお伝えしたようなユニバーサルエナジーワーカーの、まあ、養成講座みたいなものとかも発信、ご案内していくので、ぜひ登録して、メルマガも読んでいただけたら嬉しいです。
はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。